Journey, I'll never end the journey. Journey to the sky.
それでリプでちょっとこんなどうですかみたいな攻めてよみたいな感じでちょっと適
できればですね、皆さんの声がしたいと思っております。そうですね、幸せメテオ計画で調べて一発で多分、はい、絶対出てきます。メテオだとダメですね。いい席が出てきたんで。というわけでね、はい、そろそろ3曲目に行きたいと思います。はい、3曲目はちょっとしっとりバラードをお送りしたいと思います。聞いてください。花になる。Thank you.
最近、まあ、もうすぐ夏そうですね、夏というか、まあ、もう夏になってきてるんですけども、そろそろ帰省の時期というか、そう、帰省を、はい、私あの鳥取県出身なんで、私事なんですけど、鳥取県出身なんですけど、はい、そろそろ帰省の時期だなって感じなんですけど、ちょっと嘘つきなんですけど、うちのおばあちゃんがすごい面白くって、面白いおばあちゃんで、はい、あのくしゃみがすごい面白いんですよね。はい、であげれねえ、あげれねえ、おばあちゃんハードル上がってる、おばあちゃんハードル上がってる、くしゃみ面白くて、シュッっていう感じですよ。ウルトラマン、ウルトラマンって3分で活動限界切るの、ウルトラマンじゃないですよ。実家が2階建てなんですけど、でうち私 と、私の母が大体2階にいるんですけど、1階におばあちゃんがいて、で2階にいるとたまにこうウルトラマンが飛ぶ音がね、シュッっていうのが、まあ、大体いつも2、3人飛ぶんですよ。なるほどね。あ、ウルトラ兄弟が出動する。おじいちゃんも飛んでるから、おじいちゃんおばあちゃんも飛んでる。マジか。今レンちゃんウルトラマン孫っていうもの。パパじゃなくて孫ね。孫を持つね。いや、そんなこと言ったら俺おばあちゃんフィリピン人だ。おばあちゃんフィリピン人。あ、そっか。お母さんフィリピン人だもん。ハーフだもん。そう、ハーフなんですよ。だから、つまりフィリピンの孫ね。フィリピン。それ言ったら。孫と？フィリピン。うん。でもそれ言ったら俺おじさんがアメリカ人だ。アメリカの孫ですわ。国レベルになっちゃうから。アメリカの孫ってどうなの？そうなんですよ。血つながってないですかね。それ言ったらね。いやでも本当だ、でもあのベースの政治だってあのドンペンと友達だもんね。ドンペンって誰なんだ。あ、ドンペンってわからないと思うんですけど、ドンキホーテのあのペンギンのキャラクターって、あれと友達なんですよ。そうですね。ツイッターの。そうですね、一度写真を一緒に撮ったなんか。だから、まあ、ツイッターのプロフィール写真とか、もうなんか、ドンペンと一緒にこんな決めてる写真じゃない。いや、かわいそう、かわいそう。いや、ちょっとあの、マスコットキャラとさ、相当決めるってやばいよね。確かに。だってさ、東京ディズニーランドってさ、ミッキーに対してこんなんやってなかった。やんない、やんない。普通やんないね。敷居の低さですよね。敷居の低さ。ドンペンの方舐めてんだろ。ドンペンいいやつだろ。そうなんですよ。まっすぐ、まっすぐ。うん、そうね。まあそれ言ったらあのこのふみちゃんが高校までハンドベルトだったんですけどね、だからハンドベルト友達って、まあ、あのキャプテンとかさんでゴールド友達みたいな感じなんですけど、ハンドベルト友達みたいな感じですよね。ドンペン友達がある、ごめんなんか無理やりだったね、ちょっと繋がらなかったけどね。なんかレッツさんあります？なんかレッツさん、俺なんか血筋という、俺ね駆け落ちした息子だ。マジで駆け落ちの息子、ヒルドラみたいな、まあでもヒルドラですけど、ドロドロしてますね。でも俺それ言ったらうちのおじいちゃんおばあちゃんも駆け落ちで、俺駆け落ちの孫だったんで、駆け落ち多いですね。意外に多いですね。うちの親もさ、うちの親フィリピンパブで出会った人たちなんで。まあなるほどね。俺フィリピンパブの子供。パブの子、パブの子。パブ好きですよ。フィリピンパブの子。いやマジで辛いなそれは。いやでもそれあなんかフィリピン人の息子ってことはなんか。フィリピン語っていうか、なんかそのフィリピン語とかなんか知ってます？なんかタガログ語って言うんですけど、はい、あんまり知らないんですけど、まあ、ちょっと知ってます。かっこいいやつあります？なんかかっこいいやつ、あ、バランタン詐欺っていう言葉が。バランタン詐欺これは一体どういう意味なんですか？バランタン詐欺とはあのバナナの皮っていう。あ、なんか意外に、あ、意外に見てます。ありがとうございます。お待たせよろしい。ちょっとよかった。ちょっとよかった。そんなわけですね。まあ、こんな仲良くやってることですけども、次はちょっと繋いだ時から、もう何もいらない。
さて、めちゃめちゃ落ち着いてるから、そうですね、ちょっとやりきった感じがあったんですけども、いい曲だなみたいな、なんですけども、あと1曲ね、そういたします、はい、はい、次の曲はものすごく盛り上がりのある曲なんですけども、皆さんが盛り上がらないと僕たちも、いやもう今日されたいみたいな、なっちゃうんで、皆さんと一緒にね、こうちょっと踊りたいんですよ。そうですね、ちょっとサビに戻るまでが、それがってそんなあるんで、ちょっとよくしならない、皆さんちょっと座ってるんですよ。あ、ちょっと飛び出す。30人くらいのお客さんなんですね、一人一人が、手助けしてね、頑張りましょうね。そうです、真似して踊ってください、お願いします。Thank you.